こんにちは。今日はいじめアンケートについて皆様とご一緒に考えていけたらと思います。こんにちは。公認心理師、臨床心理師、そして現役の学校教員の宝塚ラボ子です。今日は各学校で行われているいじめアンケートやいじめ防止の鍵について皆様とご一緒に考えていけたらと思います。いじめ問題が社会的にクローズアップされ、学校はいじめ問題に随分敏感になりました。近年各学校では必ずいじめアンケートというのを実施しています。もし何かトラブルに巻き込まれているような欄に丸がついている生徒がいれば、すぐに本人を呼んで聞き取りをするなどの対応をしています。私は残念ながらこのいじめアンケートがあまり好きではありません。その理由はかなり多くの先生方がいじめの問題に対して楽観的に考えているような気がするからです。例えば、いじめの加害者になる子供はなんとなく見当がついているとか、いじめの被害者になりやすい子供はなんとなく見当がついているというふうな意見に対して約半数の先生が賛成とかまあ賛成と回答したということが国立教育政策研究所の発表で出ていました。私は何度も言いますが、このいじめアンケートあまり好きではありません。理由は、いじめられている自分を惨めに感じてしまう子がいるし、学校に伝えても仕方がない、どうせ何もやってくれないと判断して、いじめなしと書いて提出する子の存在を知っているからです。もし、悪口を言われたとか、物を隠されたみたいなレベルのいじめであれば、この種のアンケートは書きやすいと思います。でも考えてください。もし、恐喝のような犯罪レベルのいじめだったとしたらどうでしょうか。被害者は加害者からの報復を恐れて絶対に正直には書けないと思います。いじめ認知件数の表を見ていると、年々こう増えて過去最高にはなっています。特に小学生のいじめの件数が伸びていることが少し心配になります。ただ、悪口を言われたとか、靴を隠されたみたいなものも、まあ、いじめの件数としてカウントするならば、まあ、小学生は些細なことでも全て報告してくれる素直さがあります。だから、まあ、そのことを考慮しつつ数字を見ていくという必要もあります。ただこれは小学生のいじめを軽く見ているわけでは決してありません。心身に大きな被害を受けるなどの重大な事件も過去最高になっている厳しい現実がありますから、そこは丁寧に見ていかないといけないと思います。いじめアンケートは一定の効果を上げている。これは認めます。しかし、いじめアンケートをしてるから大丈夫だと絶対思わない。これも大事です。そして、SOS が出せないほどに追い込まれた子供。この子供への配慮も同時に絶対に必要です。日頃脅されていて、恐喝まがいの被害を受け、加害者からの報復を恐れる、こういう状態の中では、絶対に正直に記入することなどできないからです。人間の心には、妬みとか、そねみみたいな感情はあります。だから、人が集まるところでは、どうしてもこう人間関係のトラブルと無縁ではいられません。いじめは日本だけの問題なのでしょうか。いじめは英語でブリングです。言葉が存在しているということは、日本以外の国でもいじめはあるということです。では、どうして人をいじめてはいけないのかと子供に問われて、その理由をきちんと伝えることができますか。皆様はどうして人をいじめてはいけないかと聞かれて何と答えますか。相手が嫌な思いをするからという答えのレベルでは不十分だと私は思っています。なぜならば、いじめは人生を狂わせるからです。過去のいじめ体験によって PTSD、心的外傷後ストレス障害を引き起こしたり、心の成長を大きく阻害された人、たくさんいます。また、いじめ体験によって人が怖くなったり、外出が怖くなったり、場合によっては神経症や精神疾患の引き金になっている人たくさんいます。いじめは人生を狂わせる。いじめは人生を狂わせる。この点からどんなことがあってもいじめは根絶せねばなりません。いじめられやすい子供のパターンとか情報、
これはクラスを編成するときとかグループを分けるときなど、まあある程度大人側で環境調整できる場面で活用されます。反対に、いじめる子供に関しての典型的なパターンというのはありません。ということは、加害者側のハイリスクパターンを見抜いて防御するっていうことは非常に難しいのです。では、効果的ないじめ防止には、どの子供に働きかけたらいいと思われますか？いじめの構造を考えたときに、被害者の外側に加害者、そしてその周りに傍観者層の存在があるっていうのはよく言われます。私はこのいじめに関しては、当事者同士の指導もさることながら、この傍観者層への働きかけが非常に大きな鍵になると考えています。私も新人の時、同僚にひどいことをされたことが一度あります。もう今だから時効なのでお伝えしますけれども、朝出勤してきて職員室に行くと、私の机の上に私の座る椅子が乗っていたということがあります。あの重たい椅子をわざわざ私の職員室の机の上に乗せた、バカな同僚がいたわけです。非常に情けない。生徒の前では偉そうなことを言っているのに、やっていることは最低だなぁと呆れながら椅子を下ろして普通に仕事を始めました。今もし同じことをされれば、画像に撮って拡散するとか、県教委に報告するみたいなことができると思いますが、当時新人だった私はそこまで知恵は回らず、何事もなかったように普通に仕事を始めました。で、私が深く傷ついたのは彼の行動だけではありません。周りにいたベテランの先生が誰一人彼の行動を止めなかったという事実です。むしろ私の反応を彼と一緒に楽しんでいるような感覚もありました。あの時、もしベテランの先生のうちの誰か一人でも、そんなバカなことやめといたりと言ってくれる人がいたならば、私は随分救われたと思います。新人時代の話ですから、もう30年以上前の話になりますけれども、私は今でも覚えています。つまり、いじめた側は忘れても、いじめられた側は絶対に忘れないということです。そして、いじめを傍観するということは、私には関係ないという意思表示と同じです。つまり、それは加害者の暴走を許してしまうことにもつながっています。この周りの人、傍観者層から早めに情報提供がもしあれば、初期の段階で解決できる事例はとっても多い。それだけに歯がゆく感じます。つまり、内部告発は正しいという道徳教育がいじめ防止の大きな鍵になると思います。この内部告発は正しいということは、学校を超えて企業、社会の在り方をも変革します。ただし、内部告発というのは命がけです。大人の世界と同様に子供の世界であっても、内部告発は命がけです。例えば、情報を提供したことがもし明るみに出れば、周りからはチクリという扱いを受けます。下手をすると次に自分がいじめられてしまうターゲットになるリスクも背負います。だから、子供たちはそれを知っているので、見て見ぬふりをします。ただ、少数ながら自分の良心に従って正しく行動できる子はいます。友達が困っていることを教師に相談してくれる、そういう存在です。この貴重な情報によって問題が小さいうちに解決できるというケースは結構多いのです。教師集団が一致団結して、どんなに小さいいじめも許さないという姿勢で向き合う、これは基本中の基本です。でも、この大人だけの頑張りでは絶対に限界があります。なぜならば、子供には子供の世界が存在するからです。この子供たちだけの見えない世界で起こるいじめと大人はどう関わるか。これは見て見ぬふりをしないということがいじめ防止の鍵になります。そして、正しい勇気を持って正しい行動をした子供を大人は守り抜く。これは大人側の責務です。もしかするといじめられた彼や彼女たちは、このいじめを苦にして自ら人生を閉じようとしたかもしれません。だから正しい行動はこの彼らを救ったのかもしれません。内部告発は正しい。学校教育の中で正しいことを正しいと伝える。これは非常に意義のあることだと伝えることは、
大変教育的な意味を持つと思います。いじめは PTSD、心的外傷後ストレス障害の原因になる。これを周りの大人がしっかり認識すべきです。子供の心を守ることに躊躇は絶対に不要です。そして、同時にいじめに対して見て見ぬふりをしない子供を育てていく。これもとても大事です。正しいことを正しいと伝えることは正しい。つまり、見て見ぬふりをしない子供を育てていくということは、学校のみならず社会のあり方をも変えていくことにつながると信じます。今日はいじめ防止の鍵、内部告発は正しいというテーマで、いじめアンケートをもとにお話ししました。皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。皆様と一緒に考えていく時間になれば嬉しいです。長い時間お聞きくださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねをよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。